日体吉宗は南北朝時代の武将。日体義貞の三男。聖母は義貞の正室、小田町の娘。少年は諸説がある。六歳で昇殿を許される。父、義貞の戦死後、越後の日体一族にかくまわれて成長したと思われる。長兄の義明は父に先立ち戦死し、次兄、義岡の聖母が上の国一宮。 抜き先神社官主の娘と身分が低かったため、吉宗が着手として扱われる。成長すると、兄吉沖、重帝の脇屋吉春らと越後、関東で南朝方を指揮する。昭平七年、関能三年、うるう二月に、昭平の一党が崩れると、宮方と関能の上乱で、足利忠義方につき足利高氏に敵対した武士を合わせ、同年うるう2月15日に、 上野で拒兵する。武蔵国金茨などで高氏と合戦する。三浦氏の支援を受け、吉岡は迂回して、鎌倉に突入し、高氏の子、元氏を敗走させ、鎌倉の奪還を果たす。元氏は、武蔵国石浜で吉宗と退陣していた高氏と合流し、吉宗を破る。吉宗は退いて、笛吹峠に陣を敷き、足利軍を迎え撃った。ただ方だった。 上杉範明の参陣を受けたが、足利軍に敗北し、越後へ落ち延びた。吉沖は3月2日鎌倉を脱出し、関東南朝方の挙兵は鎮圧された。これら一連の戦いを総称して、武蔵野合戦という、将平13年、延文3年、高氏が没したのを機会に、関東で決起を図り、東国の南東に働きかけるが、吉沖が、 武蔵国矢口渡るで元氏方に暴殺されたため、頓座。その後も、吉春と共に、越後を中心に散発的に行動するが、南朝方の劣勢は増すばかりで、組織的放棄はできなかった。昌平23年、大安元年、足利義明、元氏が病死したのを機に、武蔵での川越直しげらの武蔵平一気に呼応して、越後で吉春と挙兵したが、 上野沼多層で敗北。吉宗は戦死し、吉春は出羽に逃れた。遺説として、吉宗は、武蔵国に所沢の薬王寺に逃れ、再起を伺っていたが、やがて出家し、戦死した一族老党の母大を弔いながら、王永16年7月14日または、王永20年に死亡したという説、また、吉春と共に、阿波に落ち延びたという説もある。明治42年。 十三味を追蔵された。白沢神社、ウィキメディアコモンズには、白沢神社に関するカテゴリーがあります。群馬県沼田市の白沢神社には、新田吉宗と言われる木造が伝わる。また、その近くの雲国寺には、吉宗の羊であった、船田長と守る教聖が建てたと言われる、吉宗の墓がある。ありがとうございます。